よっしゃ。皆さん、おはようございます。おはようございます。本日も、今日は乾物芸、学ばせていただきます。信州大谷派谷口愛社先生です。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。早速なのですけれども、お勤めよろしくお願いいたします。はい、はい、では始めさせていただきます。ちょっとアパートの実際目ということで、はい、すいません。合唱、はい、ナマンダー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 、音聞きください。高原木々異人無国如禅妙無用と謝日月満に秋光炎如懐室音程雄若樹木如来妖艶長生無林小学第四光る十方開門精進三昧智慧徳無量修正慶雨人体禅寧勝負崩壊偶人人の空合外定無名欲ぬ生存用無人の師子人徳無量空君広大智慧人妙光明位相振動大仙ガンガサブ最小法華道生寺未普賢太不正攘夷懐妊精進妙勢三昧智慧異常合成徳部不行志願一切空空異左大や平氏有部百千億万無量大小修行後者供養一切死と勝負不尿愚道検証不却非尿後者勝負世界無風かけ無臭説と光明失笑変死小国尿税精進異人南陵陵がサブ国道第一号周期廟道場朝税国尿内音二無と相が東愛民道大一切十方来生新寧症状異等が国経絡安穏公部神妙勢が心象発願を非力症小欲十方生存知恵無下上領子孫知が心行計量心思食毒中家業精進人数不敬ナマンダブナマ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 ダブ。願に宿毒、平等性異彩、同胞菩提心、往生安乐法。ナマンダー、ウツ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 ナマンダありがとうございます。ー。はい。よいしょ、ちょっとアップですね。お待ちください。よっしゃ、ありがとうございます。ありがとうございました。ございます。気持ち気になったのが、
まあ、はい、今日、南無阿弥陀仏は10回でしたっけ ?10 編。あ、今日は6編です。あ、あれ6編か、あれ。ちょっと7言っちゃったかもしれないですけど、すみません。ちょっとな、一応6編のつもりで。なんか大田さん、はい、念仏、称名、どちら、10編って書いてましたっけ?書いてないですか?いや、なんか、決まりはないっていうふうに聞いてます。うん、なので、はい。いつも、そうですね。私がやってきたところでは、お朝地をするときは、この丹仏芸なんですけど、そのときは、丹念仏を6編やるというふうにやってました。うん、はい。なるほど。ありがとうございます。あと、普通は基本的に、ビヨンニセント、後部、神妙とか伸ばすと思うんですけど。はい。で、発願は、通って言うんですか?発願の日。あ、そうですね。一応ですね、この大谷派、新州大谷派の称名集だと、発願、発願王妃ですね。うん、そこぐらい、なんかそう、今まで気になってなかったんですけど、はい、通って、通と読むのはそこだけかな、はい、そう、あ、なんかあんまり気にしなかったんですけど、ただそうですね、結構通で詰まるところ、だから通を発音しないところが多いと思うんですけど、発願王妃は通を発音してますね。なんか引っ掛け問題やなと思いながら今よ、ね、あ、でもなんか聞いたのはその昇進芸を、うん、そう昇進芸をお勤めするときもガンとかそういうのはきちっとガンと発音するっていうふうには聞いてます。あ、そうなんですか。そうです。ガン、まあ、願いなのできちっと2つガンガーンとかしないようにガンというふうに発音するというふうに私は先生から習ってます。今日ガンだけなので、もしかしたらそうなのかもしれないですね。全く意識はしなかったんですけど、うんうんうん、あ、ちょっといいこと聞いたというか勉強になりました。今日一回ちょっとガンだけはせめてしっかりガンと言ってみます。そうですね、はい。まあさすがに、ほとんどあんまりなんか節とかゆりと言うんですけどのないものだと思うのでちゃんと発音していただければ読んで いけるかなと思います。なるほど、なるほど。ありがとうございます。はい、よっしゃ。はい、じゃあ、ちょっと今日のところに、はい、進む、はい、ご解説、まあ、谷口さんなりのといいますか、はい、味わい、はい、意味の取り方を学ばせていただけたらなと思います。お願いします。はい、はい。まず私が担当させていただいたところが、如来用言と調整無輪のとこだったんですけど、この如来用言っていうのは、まあ、その、訓読をすれば、如来の用言という意味になります。で、この如来っていうのが、福岡先生が最初イントロでお話してくださった、仏の十号ってあったと思うんですけど、世自在王仏をまた別の言い方で、その、丹仏芸が始まる前に、世自在王仏、如来王仏、東照学って、こう、仏の11個あるけど十号っていうふうにおっしゃってたと思うんですけど、そのうちの一つなので、これはまあ、世自在王仏のことです。で、世自在王仏の、まあ、別の呼び名が、如来ですね。で、用言っていうのは、まあ、顔とあるので、まあ、顔、形のことだと思います。で、まあ、ちょっと似てたんですけど、この、丹仏芸の中で、顔っていう言葉が出てくるのって、最初の光源ギーギーと、この如来用言かなと思うんですけど、ちょっと短いのにちゃんと読んどかないといけないんですけど、で、なんかその光源ギーギーだったと思うんですね。その仏様の、お顔が、まあ、そびえ立つ山のように、輝いておられるという意味だったと思うんですけど、で、まあ、その輝いているお顔ということですね。お顔を見てですね。で、それが、次、朝鮮無輪に移るんですけど、その朝鮮無輪は、そのまず、朝鮮っていうとこなんですけど、これは、世を超えて、共柄なしというふうに訓読します。で、まず世を超えてなんですけど、この世っていうのは、まあ、これは、まずその、時間や空間も超えるっていうことだと思ってます。で、これはその、まあ、昨日のお勤めでも、数限りない時間を超えてっていう表現があったかと思うんですけど、まずその時間を超えるっていうのはどういうことかというと、この世自在王仏が出てきたまず背景には53仏がまず出てきたということをイントロでもお話あったかなと思うんですけど、まず上皇如来から始まった
その五十三仏が出てきて、そこで、まあ、その私たちから見れば時間の経過だと思うんですけど、まあ、そういう時間も超えて。で、また、空間を超えるっていうのが、昨日ちょっとここ説明難しいんですけど、まず一世界に一仏っていう話があったと思うんですけど、まずその、まあ、大乗仏教では、十方諸仏って言って、この十方に諸仏がおられるというふうに考えると思います。ただ、それはその十方っていうのはこの銀河系っていうか、こう世界を超えた、世界を超えて、その全世界に諸仏がいる。で、その世界に、まあ、一仏いる。まあ、複数の仏がいらっしゃるってことだと思うんですね。なので、そういうこう、今、私がいる世界とか、まあ、私がっていう主語を言っていいかわかんないですけど、まあ、とりあえず、仏様が、その一世界に一仏一人現れるっていう、その世界も超えたところで、仏っていうのがいらっしゃって、でもその世を超えて、でも比べるもの、あ、ごめんなさい。で、共柄なしに行くんですけど、その共柄っていうのが、一応言葉の意味だけを調べてですね、これちょっと、あれですよ。なんか、サンスクリットとか調べてこないといけなかったかもしれないですけど、まあ、今、言葉の意味だけで調べてくると、等級、同じレベルって書いて、等級を意味するっていうか出てきたんですが、まあ、その取り方でいいかなとはちょっと思うんですけど、まあ、ここはまだ勉強していかないといけないところだと思いますけど、まずその、比べるものがないということだと思います。共柄なしという、その、同レベルのものがないということだと思うんですけど、ただですね、この比べるっていうのがですね、結構なんか私は癖物だなと思っていて、その比べるって言ったらこう上下関係とかが、まあ、生じると思うんですよね。でもここではその、ちょっとここはまた教えていただきたいなっていうところでもあるんですけど、世自在王仏のその別の呼び名の十号の中にその無常っていう言葉が出てくるんですけど、この無常っていうのがこの最上ではない。最も上っていうことではないってことだと思うんですね。なので、最も上と言っちゃうと、多分上下関係とか、上とか、例えば上があれば、おそらく下っていう考え方が出てくるので、でも、その比べるっていうのは、おそらく私たち側から見れば、上とか下とか、そういう考えになると思うんですよね。仏さんからしたら、多分上も下もないんですよね。仏という、こう、なんだろう。まあ、悟るというか、目覚めるということに多分比べるものはないと言えると思うんですよね。でもなんか私たちから見ればなんか上とか下とか考えてしまうんですけど、なんか一応ここでは無常と書かれてるので、まあ比べるものがその上も下もない誰とも、こう横もない誰とも比べられることのない存在というふうに受け止めてます。なるほどね。ちょっと細かい。無常ってどっちの無常でしたっけ？こっち？あ、上、あ、そうです、そうです。普通のというか、なるほど、なるほど。はい。仏様からしたら上も下もない。まあ、比べる、共柄なしっていうのは比べるっていう意味ですけど、まあ、仏様からしたら上下がないとも。ありがとう。そんだけありがたいです、ね。そうだと思う。はい、そうだと思います。例えばなんか生きる、まあ、ちょっと話してたことなんですけど、生きるとか死ぬっていうことも、私たちからしたら、なんか何歳で生き、こう、いつ生まれるとか、どこに生まれるとか、こう、いろいろ、こう、区別とかそういうのが出てくるんですけど、でも生とか死っていうその事柄自体には、特に、なんだろうな、そこから見れば、そこに立って見れば、なんか、まあ、全員が亡くなるし、全員が、まあ、生まれたら、みんな亡くなっていくってことだと思うので、ちょっとうまく説明できてるかわかんないんですけど、まあそういうことですね。うん、なるほど。いや、わかります。そうですよね。まあ、早死ぬのが嫌やとか、永遠の熱が欲しいとか、うん、なんかあの人は、めっちゃ長生きできていいなとか言いますけど、人間の我々の範疇の話であって、もう生まれる、死ぬという絶対的な事柄っていうのかな、うん、に関してはみんな一緒や、みたいな。そうですね。ただなんか、ちょっと強調したいのは、でも私たちから見れば、やっぱり、なんか、こう、差があると言えるのかなと思ったんですね、うん。どうしても比べてしまうというか、だからそこをこうどう考えていくか、どっちの視点で見ていくかっていうのはあるかなと思って、うん、ちょっとここで、まあ、そういうふうに無常ということをキーワードに考えてたことだったんですけど、まあ、比べるっていうのはどういうことかなっていうことを考えたときに、うん、はい。
そっかそっか、仏様は無常、そっか。上、最上ではないというか、そっか、もう比べるまでもないというか。そうですね、なんか最上とか言ってしまうと、こう上と、最も上って言ってると、うん、例えば誰かと比較したりとか、例えば誰かがなんか、まあ、ちょっと、なんか、まあ、普通、一般の言い方っていうか、なんか私たちの日常の言い方で言うと、なんかこう、誰かが犠牲になる。誰かを下にして、私が上に立つっていう、でも、その誰も犠牲にならない表現として、無常っていうのが、あるような気はします。なるほど。確かに、確かに。あ、なんとなく分かった。あ、ちょっと僕なりに同じこと言うと思うんですけど、一回自分でアウトプットしてみたいと思うんですけれども、今日、はい、学ばせていただいたこと、ありがとうございます。はい、如来要言と調整無論やったんですけれども、この如来というのは、はい、これにおいては接在要物ですね、この無量寿経。そうです。はい、この、はい、そう、そうです。単物芸に、はい、そうです。単物芸に、じゃあ単物芸以外の時は、他の如来様のことがあり得るのかな。あ、如来、すいません。ですね、なんかですね、あの、仏っていう言葉が、あの、その、単物芸の後に仏っていう言葉が出てくるんですけど、仏阿難に告げたマークと、仏に申して申作って出てくるんですけど、その場合は最初の仏は釈尊と呼んで、次の仏は世自在王仏と読むっていう、こう、のがあるので、でも、如来はそうですね、ここ、この、まあ、単物芸では、如来は、世自在王仏という意味だと思います。すいません、ちょっと。いえいえ、確かに。はい。あの初めからというか、光源義義から確かこの大、特に一節というか、一節あまりは、世自在王仏様を称えるところやと、確かそうですね、はい、はい、そう、はい。一貫して習っているということで、まあ、如来はじゃあ、はい、そこは大事なところだと思います。そうですね、法蔵菩薩様の師匠である世自在王仏様を、いろいろわりかし光をつかりながら称えることが今まで多くて、うん、で今日は、ね、その要、顔ですね、お顔は、まあ、すごい、まあ、光源ギーギーでも出てきましたけれども、その、まあ、顔って別に顔がすごいというよりは、まあ、顔もすごいというか、まあ、それも例えてるのかな。そこもそうですよね。でもなんかこう、うん、例えばですよ、こうなんかこうなんか人に表すのはどうかなと思いますけど、でもこう出会った人で、うん、こうその顔ではなくて、もう 顔も含めてなんですけど、顔ではなくて、もう雰囲気全体がすごいな、うんって思わせる人っているじゃないですか、うんうん、なんかいると思うんですけど、私はまあなんかな、そういう人たちを見てきて、それを全く浄土真宗とか関係なくそういう人に出会ってきて、まあ、浄土真宗に関わる場面でもありましたけど、うん、多分そこなんかそういうのって結構私は割とあるなって、こう印象的なあの場面っていくつか自分の人生の中ではあるんですけど、うんうん、なんかその顔だけではなくて、その人が醸し出す雰囲気とか、うん、その人がなんか生きてきたものがその全てにその人自身からこう出るというか、すごい感覚的な言い方なんですけど、でもそこにその人に出会った時に、その人の人となりとか背景とか全く聞いてないんですけど、でも なぜかその人の話、なぜかその人とこう関わりたいというか、声だけでも聞きたいとか、なんかそういう場面ってこうあったんですけど、なのでそういうことかなというふうに思います、うん、なんか顔に限定せず、まあ、雰囲気ですね、狙い様の、うん、その容姿でいいのかな、まあ、その顔、うん、全体的な雰囲気は調整無論、まあ、調整が要を超えるですね、これは、その場所的なとこもある、まあ、空間的なとこもあるし、時間的なところもあるし、それをすべて超えて、無輪、あ、無輪って読むんか、これ、あれ調整無輪ですね、はい、調整無輪、はい、すいません、どっかで言わないといけないと思います。無輪と、無輪というか、はい、まあ、比べる、共柄なし、これ、共柄なし、はい、そうですね。共柄なしって言って、まあ、比べるものがないと直訳、現代的には言うかもしれませんけど、うん、そもそも比べるっていうこと自体も、仏様、世自在仏からすると、世自在仏からすると、うん、まあ、仏様からするとないと、うん、まあ、無常っていうのは無常って最上ではない、うん、無常って言ってしまうと何かそれが一番上で、うん、あとは下みたいなことにも捉えかねないですけれども、うん、仏様においてはもうそんなことも超えて、はい、うん、おられると素晴らしいということを言ってるんですかね、はい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 、なるほどね、わかりやすい、うん、うん、うん、ありがとうございます。今日はなんか、はい、うんうんうん、すっきりしたかも。よいしょ。なるほど。これもだから昨日の、
柳江先生から4期が続いてたのかな、修行、はい、そうですね、はい、うんうん、なるほど、まあすごいってことですね、はじめもこれ光すげえ、そういうことです、はい、これもあの隠れる、あ、さっきか、え、どちら、これが隠れるぐらいすげえやし、回質音ってことやし、 その次の湯井、なんか隅に見えるぐらいすげえやったはずなんで、うん、重脈重脈ですね、はい、うん、そうですね、はい、同じこと言っとるな、ずっとすべてそうです、叩える、はい、うまく叩いてるなっておっしゃってましたよね、福岡先生が、そうそうそう、はい、なるほど、あ、これまた僕自分復習しよう、なんか前中間テスト、はい、テストって重制限の時やってたんですけど、あー、はい一人でいつかやろうと、なんかその時にこうすごい多分僕の頭で絵を思い浮かべて、これ今回顔がすげえ、なんか隅みたいにすげえと思い浮かべたら、多分ここの、なるほど、あ、イメージって大事ですよね。なんかもう私はひたすらほぼ毎日読んでて、それでもう全部覚えてしまったので、でもこう、覚えてるとこう字を追ってしまうので、なんかあんまり意味って考えなくなるんですけど、きちっとやっていくと、それをイメージで定着させるって、割と大事なことですよね。うん、どっちがいいんですかね。イメージめっちゃ大事だと思います。ああ、めんどくさがりな、勉強は好きなんですけど、めんどくさがりなんで、いかに楽に覚えるか。勉強がうまいんだと思います。勉強する方が。こうやって人を巻き込んで、アウトプットしていくって。まあいいや、おはようございます。そうか、ということで、普段は、はい、なんか専門というか、なんかどんなことか勉強されてるんですか？普段は、大谷大学の大学院で、はい、に所属して、はい、日本仏教って、まあ、日本仏教の中でも特に、まあ、ざっくり言うと、妙高人像の、研究をしてます。はい、あ、なんかうち、直志大学でも、福岡智也先生に。あ、そうですね、はい。なんかどうなる、僕それまで正直あんまり妙高人ってあんまり知らんかったんですけど、どんな方ですか、ざっくり言うと。ですね、あ、すいません、どんな方、まあ、ざっくり言うとですね、まあ、理想の念仏者ですね、うん、こう理想にしたい念仏者、念仏の行者って福岡先生もおっしゃってましたけど、まあ、理想的な念仏者、そうですね、まあ、うん、うん、そうですね、あんまり、うん、そうですね、なんかでもどう、その今まで知ってこられなかったっていうことの方が私はちょっと興味があって何をきっかけにこう妙高人という言葉を知るようになったのかっていうのは、こう自分の結構研究にも関わることなので聞きたいなと思うんですけど、僕は、まあ、なんか仕事柄こうお寺さんとお会いするので、なんか聞いたよ聞いてんような、妙高人って単語は聞いたけど、別にそこに何の引っかかりもなく暮らしてたんですけど、あ、はい、はい、なるほど、はい、福岡先生からじゃあ妙高人のサンダロージン次からやりましょうかって言った時に、あ、はい、あ、なんか聞いたことある、まあ確かになんかし、ごもんとさんというかすごい旦那さん、うん、ごもんとさんやなぐらいの感覚やって、まあでもその方々を別にこの人も妙高人やし、この人も妙高人なんですよね、うんうん、朝を毎日来てくださってる方も妙高人やし、そうなんです、そこがそうなんです、妙高人という言葉の、まあ、そこをまあ一応なんていうか研究 してるというところではあるんですけど、はい、特定の人物を指さないまず言葉として妙高人っていうのは、まあその称える言葉の詩としてっておっしゃってましたよね、うん、福岡先生も、うん、なので称える言葉なので、そこにこう何か具体的な人をこう、そう、うん、具体的な人が想定されるのは妙高人という言葉ができた後に なっていくと思うので、うん、それが例えば鈴木大拙なんかがこう朝原彩一とか、あと、うん、ね、いくつ何人かの人物をこうの、そ、なんていうか、詩とか背景とか、そういう生き方とかをこう肉付けして、妙高人っていうのがこう具体的になっていったっていう背景があるかなとは思います。うん、なので、はい。なるほど。あれ、今度誰やったかな、え、か、あ、でもそっか、清沢満士と住田智美さんは、またそれは違うんですか、住田知見。あ、知見さん。はい。住田知見ですね、はい、あの方々は、はい、妙高人かもしれませんけど、研究者ですか、妙高人かもしれませんっていう、ちょっとそうですね、いや、そうですね、学者だと思います、まあ、じゃあそうですね、はい、はい、いや、今度6月から6月22日に川口先生に、その、川口先生、はい、はい、近代の仏教者ということで、はい、その方が始まるんで、あ、はい、結構聞くんですけど、ね、滝沢満士さんってよく聞くんですけど、僕清沢満士、はい。まあ、いいと思います。いや、いいと思いますっていうのもあれですけど、まあ、
最終的に調整というか修正できれば。にもこんなだからいつも言うんですけど、この直し大学って始めた時、僕三部教すら分かってなかったんで、はい、無料授業と官無料授業があるってことも分かってなくて、いやでもそれは私も同じ立場ですね。やっぱりこう、はい、と本当に途中からっていうか、うん、なんか、うん、勉強し始めてから得度もしてるので、だから、うん、こう三部教とかもう全く分からない状態から勉強していったので大事なところだけは三部教、そう、浄土三部教ということだけをまあ一応押さえて、そこから。まあ、みんな始めは知らないです。素晴らしい。いや、もうそういうことだと思います。はい。ただ、それを出すかっただけです。僕はもうこれで、一生多分滝沢マンシとは言わない。もう今ので、痛めたんで、もう一生言わない。いや、まあでも、うん、間違えることは、たったのあるので。はい。そうそうそう、やし、ちょっと皆さんもまた一緒にいろいろ学んでいきましょう。はい。そう、キリスト、まあいいや、そう、まあいいや、いらんこと言わんとこ。はい、はい、はい。よっしゃ。ほんで、あ、そっか、ちょっと宣伝でも、まあ、多少宣伝かな。そう、今ね、サンダル法人の福岡先生に講義していただくの、うん、ちょっとビブリオセラピーと言って、なんかもう解説とかじゃなくって、なるほど。うん、もう皆さんが味わうって言ったらややこしいんかな。その、うんうん、感想を言うみたいな。でそうですよねみたいな、うん、なんか言い方悪いかな、そんな講義をしてるんですよね、うんうん、みんなで読み進めるみたいな、僕あれもなんかいい感じ好きで、うんうんうん、ビブリオセラピー、おー、あ、なるほど、されますされますというか、なんか昔その授業でその、うん、はい、あのアメリカに、え、ドイツの先生かないらっしゃって、もうそれこそキリスト、あの 聖書を、はい、で、ビブリオセラピー、あ、違うわ、そうそうそう、ビブリオセラピーを教えてらっしゃる先生と一緒に、うん、うん、アジャセの、あの、お写真の悲劇か、はい、それをこう、はい、ビブリオセラピーで一旦こう空間化してとか、そういうのをやった、あの、ことがあって、ビブリオセラピー、その時に、まあ、あの、初めてビブリオセラピーっていう言葉を知ったんですけど、うんうんうん、関心は、はい、あります。またぜひぜひ、これ面白いのと、今、ちょっと見て、はい、今度そうですわ。加藤先生、はい、清沢満氏と住田知見。ああ、はい、そう読むんですね。知見。清沢満氏。そうそう。もう始まりますので、はい、もし皆さんよろしければ。おお。そっか、6月からそうなんですよ。単発受講もできるようにしよっかなと、今のところほぼ確定かな。ああ。一応月謝制というか、月のあれ2200円から、これも結構安いと思うんですけど、まあ、でやってるんですけど、もしこれ、こちら、はい、川岸先生だけ受けたいと、もし福岡先生だけ受けたいとあれば、それも申し込み可能にしようっていうつもりなので、うん、よろしければ。はい、はい、はい。で、明日が合唱アゲインです。ヘラヘラっていうのやってます。ダメですね、これは。よいしょ。戻らへん。よっしゃ。ありがとうございます。ほんなら、ちょっと一旦私が、はい、はい、今日の、習ったこと、特にがんをがんとしっかり言うこと、まあ、あと通そうですね、はい、はい、通のところはちょっと、はい、詰まるところももうそうですね、うん、あの、まあ、あの、あんまり意識せず、あの、うんうん、読んでいただけたらなと思います。では書いて、ちょっとでは、はい、あ、音、谷口先生の音いただけるとありがたいです。あ、はい、高原ギギどうですか、合わせられます。お、え、ごめん、もう一回読みなさい。あ、高原ギギ、こう、あ、そうか、僕行きしたか。あ、そうですね。そうです。ギーギー、オッケーです。こう、はい。はい。では、お務めさせていただきます。はい。お願いいたします。ナマンダーブス、ナマンダーブス、ナマンダーブス。ナマンダーブス、ナマンダーブス、ナマンダーブス、ナマンダーブス。よいしょ。入ります。こう。高原ギーギー。まあ、いっか。異人無国女勢炎明無用当社日釜に修行炎女開始音辺有脈樹木如来用現調整無輪小学大音コール実法開門精進三昧知恵異徳無量修正敬人体前年勝負崩壊愚人人の空合外体無名欲ぬせ尊用無人の死死人徳無量
くくんこうだいちえじんみょうこうみょういそうしんどうだいせんがんがさぶざいしょうほうをかどうしょうじみふげだ風勢上位解任症人尿税三枚知恵以上合成特部不行志願一切くくいさ大安けしうぶ百千六万無料大小収入ごじゃ供養異祭祀と勝負不尿愚道検証不客非尿後者勝負世界無家計無修節度公明失笑変死小国尿税小人維持難量両がサブ国道第一号周期明道上長税国尿内恩に無闘争が東愛民道大祭実法来生新年症状伊藤が国経楽安の公部神明税が新生発願の非力症症欲実法生存知恵無下上量子孫子が神業間違えた軽量心思食毒中が行商人人住風景生だぶ生だぶ。がんにしくどく。平等性異彩。同胞膨大心。往生安楽。生んだうつ、生んだうつ。生んだうつ、生んだうつ、生んだうつ。なるほど。はい。なるほど。はい。あ、でも、ちょっとずつ慣れてきたかな、なんとなく。あ、そうですね。うん、と思います。なんか一番最初に読まれた時からは。うん、はい。だいぶ慣れていらっしゃるのかなと思います。毎日やることが大事ですからね。いや重ねたい。はい。まあ、だからって私も毎日やってるかというとそうなかなか難しいこともあるんですけど一人で毎日は無理や、はい、僕も一人やったらこれ3日でやめてるな。あ、そうですね、そうかもしれないです。いや、もう本当にそうですね、手を合わせるときもそうですね、はい、はい、なかなかでもそうです、はい、今そうです、はい、集中してやっていただければと思います。ガンガンみんなを巻き込んで、そしてやるっていう状態を作って、やっとこさやるっていうそんな感じです。そうそうそう、よっしゃ、楽しかった。うん、はい、ありがとうございました。今日はありがとうございます。はい、ありがとうございます。はいはい、またニワコリの話もお聞かせください。はいはい、また機会があれば。はい、はい、ありがとうございました。はい、本日は、谷口愛社先生に教えていただきました。ありがとうございます。ありがとうございました。皆さんもありがとうございます。また明日もお待ちしております。そっか、そうか、今日も、大谷派の丹仏下ということで学ばせていただいて、そして明日も、大谷派の、先生となります。よいしょ、あれどっか行った。はい、結局何が違うの、ちょっと早く読んでるのかな、やっぱり今日はあえて早めに読んでみたんですけど、大谷派が早いということで、はい、まあそんなところの違いとか、やっぱりナーマンダーブーが大きく違うなというところで、はい、皆さんまたいろいろ、もしくは何かもっとこれが違うぞと、なんか言葉のツー、なんかプーとフーが違うぞとかあったら、なんか教えていただけると僕の勉強にもなるのでありがたいです。ではまた明日お会いしましょう。失礼します。良い一日を。